あとありがとう。ナンセイシさんありがとう。とこれで作り方を、え、もうママ作ってん、うん、じゃあ今からベーグル、ベーグルとウインナースティックを作ります。1、強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを均一になるように混ぜる。え、温めたお湯だって、なんかぬるぬるま湯みたいな。そうよ、強力粉じゃないとあれ、ドライイーストが発酵せんけん、冷たい温度だったぬるま湯、うん、ぬるま湯、そうよ、強力粉、強力粉 200g、 この中に強力粉、え、これ壊れんだな、重そう、大丈夫、大丈夫、まず強力粉、強力粉、強力粉 200g、強力粉、小麦粉、うん、そうよ、今日は強力粉、200g 入れます。え、やばい、 1g 過ぎてしまった、これはダメだ、 1g 過ぎたのはいけない。あ、200、強力粉と砂糖、砂糖を 10g、 カロリーやばい、ケーキ食べる、砂糖を 10g、 今ね、10g、 砂糖を 10g、いつもこうやって、いつもこうやって、お、11g になってしまった。砂糖 10g で、塩 3g、 塩 3g、 うわ、やばいよ、塩、お、もう 3g、 塩 3g で、ドライイースト、ドライイースト 2g、 ドライイーストを入れます。ドライイースト 2g 入れてきます。シルスプーンでちゃんとやらんとダバダバってなる、これ、うん、スプーン、ダバダバってなる。じゃあこれを 2g 入れますね。あれ？ん？ 2g？ ん？いい、いい、いい、いい。2g 入れました。ん？なんか 1g になったり 2g になったり。もうちょっと入れたほうがいい。あ、3g になってしまった。リュウチュン何が B 型です。大雑把ですね。で、これを均一になるように混ぜる、ま、へらへら、これで一回混ぜます。水とかなしで普通に混ぜます。普通に混ぜ混ぜ、なんかそろそろ強力粉いい感じ、
そこに人肌程度に温めたお湯を入れる。135ミリリットル。お湯。生地はまだ抜かせません。今からこねこねします。お水を135ミリリットル入れた後に混ぜ混ぜします。食べる係。そうですか。リエが作りますね。喋らないの、なんで喋らないの、なんで喋らないの、悲しい。OK。 次は水を130、ちょっと温かいぬるま湯 135ml 入れる、お湯を入れていきます。お湯を 135ml の水、ぬるま湯を粉に、さっき混ぜた粉の中に入れて混ぜます。そう、妹います。ここに喋ってっていうのに喋りません。結構これ力いるか。わあすごい。いい感じ、硬いよ。わーわ、手ごねでも OK って書いてます。硬い、手が疲れる。いいよ、ここならうちら、ここならここで混ぜるならうちら。ある程度まとまったら、ちょっとやろう。ちょっとじゃあ、手洗ってくる。これどこ行ってもこれ毛取。自然乾燥でいこう。オッケー。これで、おおすごい、イモチューがちょっと混ぜてくれていい感じ。ヘラで混ぜる、手こねる。おお、いい感じ。あとは手でこねます。すごい。これボールから出さない？あ、いい、その中で。わ、いい感じ、ふわふわ。やる？じゃん。お、褒めて、塩が出てきた。どこ行った？あっと塩。塩が固く、塩がなんか普通に混ざってなんか。いや、違う、そういうことじゃなくて、塩が固形で入っとったけん。それをパラパラしながら入れるんよ、本当は。でも塩追加する？ああそうね、多少した方がいいね。じゃあ手がベトベト、なんでだろう。待って、ちょっとスプーンでちょっと。ちょっとさ、入れて塩。うわ、ぺちょぺちょ。もったいない、なんか。いいよ、それはもうね、しょうがない。で、これをボール化して。
このぐらいだとかないよ。いい、うん、混ぜて。オッケー。もうこれママどうす、ヘラでと、なるほど取れます。やる、めっちゃ気持ちいいもん。でも手べちゃべちゃ。いいよ。あ、そっか。手洗った方がいい。これさ、ラップ？え、やりたいってこれ。ぷよぷよでしょ？ね。でも後でこれヘラで混ぜればよかったって後悔する。手で混ぜた方がでもいい。うん、うん、おお。ちょっと手がペチャペチャ、もったいないこれ。何分寝かせる？20分、うん、ラップして寝かせる、うん、え？おお、すごい。え、これラップして20分。え、これ時計見て、うん、25分のままそのまま置いて、これと一緒に、これと一緒に、この子の、うん、この辺と、これもよ、この辺も、うん、オッケー。その間にウインナーとか切ろうかな。よし、オッケー。とりあえず一時発酵します。なんかここついて、あの、その間に具材にする、これ砂糖も使わないから、こうしてウインナーを切ろうかなって思います。ウインナー2本ぐらい、2本、いや半分切って1人前でも4本ぐらい切ったよ。え、でもこれが、うん、1つになる、ね、1つ、うん、切るけん、うん、4本、4本、3本、うん、4本ぐらい。これウインナー、今からウインナーパンするので、あの、このこれを切ります。おお、ありがとう。で、これを半分に切ります。こんな感じで切ります。こんな感じで真っ二つに切りましょう。
これで1本で、あとはマスタードとかねかけて切る。これいいな。なんかその見たレシピはこうやって半分に切るって書いてたんですよね。できましたウインナー。 OK。 OK かな、とりあえず。次なんだろう、もうちょっと下向けると手元が見えるか。あ、これ、うん、あ、そう、その、え、ちょっとママ下げて、めっちゃ傾いて、あ、どれぐらいか、いい、これもこれ使うの、うん、お手拭きもちょっと、うん、少しか、とりあえずウインナーを他のお皿に乗せて、ここの上で、あの、このペチャペチャやるけん、じゃあ敷いてからやる。まだ、あ、ある、うん、でもまだ発酵中だから、お皿選び、このテーブルクロス普段別に引いてないんですよ。今日は引いただけ。お、もったいない、ドライイーストが。次は、次の工程は引っ張って折りたたみを繰り返し、表面がつるっとしてきたら丸めてラップをして20分発酵、二次発酵。あ、ママこれ、ママこれ、あれ3本でいいって書いてある。まあいいよ、余ったら別に、うん、パンですね。ウインナーパンと今日はベーグルを作ります。でも、でもベーグルでも2個しか作れない。ウィンナーだけでいいんじゃない？ん？ウィンナーだけでもよくない？時間的にさ。あー、確かに。え、中ウィンナーじゃなくて他じゃダメ？例えば？チョコは？うん、チョコいい？いいけど焦げる？いいけど、ウインナーでいいんじゃない？せっかくいないとき。じゃあ、あとウインナー2個、2本、うん、ベーグル、ベーグル、うわぁ、え、なんか普通にさ丸いパンできん？普通に何も乗せん？ああ、できるよ全然。普通のも作り、うん、なんかベーグルはね、お湯とかいるから、うん、ウインナーパンとなんか普通のた丸いパンにしようかな。雪見大福、え、でも丸いパンの中に練乳ないのか。
にちは。うさぎパン、え、うさぎ、え、形作ってやるの楽しそう。おお、そうですね。あと15分ぐらい。うん、12分ぐらい。まあでも15分ぐらい。キャロットさん、チーズ、確かにチーズはママ、うん、チーズ、うん、チーズにしちゃう。ウインナーチーズパン、カニパン、変な形のパンも作りたい。あ、アンパンマン、アンパンマン、あんこ入りの。あ、グミ入れたい。え、気持ち悪い。ハリボー美味しい。やだ。マジか、マジや。うん。まあチーズ。うん。チーズ、うん。ウインナーにケチャップ、ね、え、ね、ウサギを作って、あのチョコペンあるじゃん、チョコペンみたいな、なんだっけ、チョコソースでさ目とか描くのやりたい。チョコペンか。チョコペンじゃん、なんか仏。ああ、あれでも緩くない、結構緩いか、目ちょんちょんぐらいならいけるかもだけど、うん、ウサギ作りたい。え、でも薄着難しそう。あ、クロワッサン作りたい。それは無理だね、材料がないけ。今度、うん、パイ生地使ってなんかしたい。目をチョコチップ、あ、確かにチョコチップないっけ。ないね。なんか丸いさ、でっかいチョコチップないね。いいんじゃない、普通にウインナーのパンのチーズで、うん、シンプルパン1個作るじゃん、うん、何も入れんような、うんうん、それを形したらウサギパンかなんか、うんうん、難しいです。でもね、発酵の時間が待たないといけない。あ、余熱っていつだっけ。まだまだ、すぐ余熱はできる。うーん、あ、参考、発酵、発酵が、発酵が3時まである、発酵が3時まである、発酵が3時まで、は、発酵だ、ちょっとよろしく、よろしく。小声、なんで小声、ね、なんで小声ですかね。他に牛がいるんですかね。中央にマスタードの、その上にハンバーガーとウインナーが、断面がウインナーに乗せる。難しそう、あそこ。え、3時発酵、そうですね、高パパさんの3時発酵。妹はなんかしてます、なんか生活ノートになんか書いてる。楽しみだ。パン作りしないな、よくは。何年ぶりだってくらいね。何年ぶり？クッキーとかお菓子とかそんなばっかりよね、うんうん、パンは基本的にママじゃん。
うん、ビアは作らない。パンは食べる専門。うん、でも作りたい。うん、じゃあピザは作る。うん、スノーボールクッキーも作りたい。難しそうだ。アンモンドなんだっけ、アンモンドプールがいるの。押します、応募。嬉しいですね。本当ですか。すごい膨らんでるかな。ちょっとこのちっこいなんかついてた、ヘラについてたやつを発酵させます。発酵こうしてかぶして発酵。見てみようと。でも膨らん、あったかいとこ、うん、いや、だい、うん、まあ本当はね。ちょっとこっちの前、お、ヒーターつける、ヒーター、うん、ここら辺で、あ、でもダメか、膨らんでもそんな薄く薄くあげます。気をつけてください。うん、ここへ発酵中、あと10分ぐらい。頑張る。新販売します。誰？フォートナイト。ん？フォートナイト？ハリボー食べよう。生活ノートに落書きしてるのバレてる。暴露チャンネルしました。生活ノートに落書きをしている妹である。よくわかんない。もう暇すぎて何話せばいいのかわかんない。
ハリボー、うん、ハリボーはグミ。ちょっとハードなグミ。なんかこのハリボースターミックスはなんかいろんな種類のハリボーがあって、いろんな、そうグミ、ハードグミ、結構美味しい。え、ザッさん嬉しい。スマホ？ヒットチーニングミ最近食べないの。イモチューとイモチ4期生でよろしくだって。喋らないんですよ ね。白いハリボーあります、目玉焼きの、うん、これもう、これもういらない。ママチューコメント拾ってくれて嬉しいって。イモチはどういう性格かといえば何でしょうかね。たくさん食べる性格。ずっと喋ってる。え、でもさ、太らないよ、本当に。羨ましいな。さっきもね、ご飯は2杯食べてた。ちょっと待って、これをさ、ビューチューハード、ん、マック喋っ、枕、本当に嫌から、本当に分かんない。すごい、どんな感じの人でしょう。ダンス、ダンス、空中、あの、よく分かんない。もう一回ありがとう。2キロ増えたけど1キロ落とした、すごい。ね、知ってる。本当にママこれ知ってる。あとママ、これもう多分もうめっちゃ食べたけん、ちょっとしかない。リアチが好きだ虫。好きだ虫。でこれと、やばい、あと何分だろう。え、で、でもママ、そろそろやね、あと何分ぐらい、そろそろじゃない。なんかあんまりだな、あんまりだね。え、まあでも、ドライイースト入っとる、そんな膨らまんことはないかもしれない。膨らまんねえじゃん、もうちょい、もうちょい、10キロと、すごい、2キロ減った。じゃあ8キロ、マイナス8キロ、すごすぎる。アツシさんすごい、8キロか、なかなか。え、このあとペタペタしてまた発酵。ちょっとあと見せて、あと、あと、あの、終わったら、いやきん、
こってそんなもん。でこれを切り分けて、え、うん、これペタペタするって、ペタ出して、切り分けて見せるん。リアが送った。次これ、うん、でこれ引いて、うん、これ引いて、うん、え、とりあえず引っ張って折りたたむ、うん、そう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 、うん、え、なんか大丈夫、うん、大丈夫で、これを、うん、で、これをこうやって、ちょっと奥でやって、ん、うん、それをこうやって、で、今から折りたたんで畳む、折りた、え、引っ張って折りたたむを繰り返し、表面がつるっとしてきたら、じゃあこれはもういいよ、これはこれもうここ、おお、もうここ、さっきこれさ、あ、え、そ、うん、そうよ、え、発酵させるの、あと発酵させる、あ、そうだね、そうそうね、うん、そう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 、でもあんまりだけど、まあ、うん、まあやってみてね、いや何回かって失敗、いい、もう出す、うん、え、でもそんなの凍ってない、その上でやったらいいかも、その中で、うわ、でもいい感じになんか弾力もありそうじゃない？うん、いいんじゃない？いろいろやってみて感覚でね、なんかどんな感じで膨らんでるかって覚えていく感じだっけ。なんか切れてるって違うんですよ。面白いですね皆さん面白い、ちょっと固くてちょっとできないんですよ、固くて固くてできないんですよ、面白いですね。それでいい感じ、うん、うん、でもすごい滑らかになってきた、え、すごい、ね、いいと思うよ、そんな、そんな、いや、ちょっと硬くて手が痛い、勘違いされてますね。うん。次あと20分。はい、また。え、いいよいいよ。ボケンジ。うんうん。これ次二次発酵に。また。はい。うん。よし、ちょっと待って、最後、うん、最後。うん。推し変すると、こういうことになるということなのか。ダメですよ、平津さん。うわ、オッケー、オッケー。ちょっと真ん中まとめて、うん、
見て、ぺちゃぺちゃ、うん、いいオッケーオッケー、うん、痛い痛い疲れた。また20分、うん、手が痛い。教えせるとヘラ叩かられるし、そうなんですか。教えしたら知らないよ。武器に見えてきました。だってやめてください。上半下とぼけちゃいけませんよ。これはビンゴの神さんをビンゴの神さんを炊く棒です。お待ちする人はこれでパチンとします。パチン。手がすべすべかんない。押し辺よくわかる。上半下もなんかパン触ったらなんかすべ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 。たた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 た。もうビンゴの神さんったら保湿効果かも。パンの匂いがします。生地の匂い。ヤシさんありがとう。コメントじゃない、なんだ、神ありがとう。バター入れてないかも。特攻服？特攻服ってなんじゃ。てへ。ブータさん手裏剣ありがとう。キャンチにバレんように、認知されんようにこっそり押してこう。こっそり押ってこう。キャロットさんありがとう。でもキャロットさんは他にいるんですよね。他に。年齢中に聞けばわかる。ヤシクタンありがとう。推しは増えるもの。はて、うわ、アツシタンちょろちょろじゃん。ちょろちょろ。いや、違う違う違う。コース、ゴスロリーとか最強のやつ。何ゴスロリ？落ちましなのよしが。うわ、ハンシタンはダメだよ。ありがとう。ハートありがとう。ねねさん今日はいませんよ。今日はいません。今日は
今家いるのは3人ですね。パパは仕事で、ママとここにいます。あとは1人、今日のあのご飯食べ係がねいますね。味見係って言ってるご飯食べる係やん妹はね。味見程度。味見程度。リアは味見じゃない。もうパパさん涙目笑だって面白い。そう、妹は食べていいんですよ、動いてるからね。妹はね動いてるんで、ちゃんと部活とかも行っててね、だから食べていいの。真面目でがっつり食べそうねって。確かに。押しはすぐし、押し目は結構。真面目でなくなる。真面目でなくなっちゃう。でだって結構量さ少ない気がする。でも膨らんだら大きくなるのかな。まあ、ね。妹中の部活内緒。あおさんありがとう。お、ケチャップとマスタードだ。これはなんか、おお、ああ、食ったらいいのか。スイートスタディしてて、ね、なんて全然いいじゃん。スイートスタディかと思った。お幸せくしてもしですか。みんな忙しいね。なんで？あっちこっちいろいろ見てる。ね。忙しいですね。そんな一緒なんですよ、妹の部活。なんだと思いますかね。好きな子食べ物ハンバーグ。え？なんだろう。甘い、甘い以外。え？生ハムじゃん。生ハム、まあ好きで好きだけど、そこまでなんか。好きな食べ物に入れるって言ったら入れんか。あ、サーモン、オニオンサーモン好きかも。オニオンサーモンとか好きかな。映画見る？こんにちは。あ、ゆういちさん、やっはー。甘い、あーサーモンのオニオンサーモンが好き。本当に好き。食べに行きたい。え、そう、なんかねねとねねさねねとあの見に行った時さ、うん、くら寿司やるけん行きたいねって話した、うんうん、アーニャのやつ、うん、でも期間がめっちゃ短い。短い、もう終わる。もう1月に終わる。そうなの。ピエーン、ちょっと厳しいね。うん、いいな。ね、スシロー、いいな。ずるずるい。炙りサーモン好きだよ。サーモン好き。でも普通のサーモンは好きじゃないなんか乗ってなきゃダメ。そう、ビッグラボンのアーニャが欲しすぎるんですよ。もうでもね、くら寿司はね行きたいんですけど。オムライス、ブルーチーズ、キャンディー、よくわかんない。厳しいね。だってもう今日26日でね、27日、え、時間計るのセット。
バイトお疲れ、ゆういちさん、お疲れです。来てくれてありがとう。いつも何皿だろう、何皿、6食べたことあるっけ。でも一貫とかだったらさ、そう。5皿くらい。うん、そうだね。うん。とデザートみたいな。うん。大学院。お兄さんも化粧終わりそうで一人で受けてる。昨日なんか YouTube でね、なんか寿司のなんか寿司のなんかどうえねあのなんか寿司のた食べる YouTube 動画見た、なんだっけ、えこれちょっとコンビ名は言わんけど、あれ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 面白かった、あれあれあれ、見てほしい。その寿司の寿司食べてる YouTuber がいて、それをなんか最近見て食べたくなってきちゃったって。寿司。え、これ言ってんかな、わかんないから。大食い、大食い。2組見ました、その寿司食べてる動画。これだとちょっとちょっとこれ絶対言わない方がいい、絶対どうかね、分からん、え、だってうん言わない方がいい、うんうん、絶対だ。あ、でもさ、あのあれはいいかも、ママ。あでもどうかね、基準がよくわからんね。いや宣伝とかじゃない、そういうことじゃなくて、うん、そういうなんて言うんだろう、どうなんかね、なんかダメな気がする。特にリアが一番最初に言ったやつ、うん、あれは多分、うんうん、人的にね、うん、あー、うん、ね、ってことでしょ、うん、ダメですね。そう、めっちゃ好きな YouTube なんだけど、多分兄弟好きかもね。でも見とるよね、兄中、うん、え、ねね、うん、見とるよね、うん、見とるよね、そうなの、うん、え、結構見とる、んなんか色、なんかリアたちよりも見とる気がする。リアたちよりも知っとる。ほんと？うん。ねえ、ねえ。なんか、あれも見てない。なんか。うん。ね、ママさん、こっそり何かされてないですかって。バレてる。うわ。リアはこうやって待ってんのに。おいしい。コストコのケーキ。カロリー爆弾です。そうそう。いやあれもう一回食べたい。やばいよね。うん？やばいよね。本当にあのカスタコのケーキ食べてみてください皆さん。抹茶の。ね、うん、美味しい。本当に。でもカロリーやばい。え、でも美味しいの。うん？あと5分ぐらいかな。え、膨らんだ。まだ。1分の。ああ、なるほど。膨らまん？ん？多少ね。ケーキ。ん？ああさ。ケーキ？え、あるの？あるよ。
ちのケーキ、そう。あ、うん。命はたくさんスマホを見てると聞いてます。間違いない。え、もうあれで終わり？まだある。あるよ。うん。聞いてます。超声。こんにちは。あと5分ぐらい？そうだね。5分。うん。5分ぐらい。で、二次発行終了。で、3個の記事に分けるんだっけ。イオンなら2軒ある。いいね、車で10分でイオン。イオンってどこだ。最近なんか祇園のイオン行ってない気がするね。うん、昔はよく行っとったよね。パン作り中、福山イオンないわよ。そうなの？もあったの？ないかな、あまりないからね。こだわりなんですか？だって。食パンのこだわり？ふんわりじゃない？ああ、ふんわり？ふんわり系よね。ふんわり系だそうです、ね。え、でもなんかヨーグルトの液入れ。あ、そうそうそう。ヨーグルトの液ですね。そうそう、入れたり。無添加よね。変なもの入れたくない。あ、なるほど、無添加だそうです。推薦コメント、あ、さっき数字来ました。キャラットさんだったのね、嬉しい、ありがとう。思ったら特茶飲んで走ればいいんで、そしたらなかったことに。そうなの、特茶ね、ありがとう。夢タウンをよく見るイメージ。ママのがなくなってくる。あ、いいよ、ある。ある。ママさんや美容家。うん。料理ですね。なんかめっちゃさ、なんかちっちゃいこの生地を手でこうやってこうやってやってたらめっちゃ毛糸ついてる。毛糸ついてる。秋葉原で買い物中、人多すぎ。秋葉原いいな、東京行きたいかもしれない。東京卒業旅行は東京、遠すぎる。ユニバ行きたいなね。ユニバの前のあのホテル泊まる。え、でもなんかディズニーも行ってみたいかもしれない。でも遠いんだよね。ね、遠い、ディズニー。ゆっくり時間がある時じゃないとなかなかね。なんか一泊二日でさ、行くのはゆっくり行きたい。ポップコーン入れた。ああ、確かに。ユニバー行きたい。でも行ったことないとこも行ってみたい。やっぱユニバーかな。夏行くとしたら、え、みんな、どうかね、みんな、するかな、みんなで、うん、まあ空いてるか分かするよ。昨日ユニバ行ってたね。広島だったらここ近い、レベルの高いモーニング。かなちゃんね、いいね、ユニバ行きたい。広島から5時間で遠いね、新幹線で5時。ランドとし、どっち取ったっけ。あの兄ちはどっち行ったっけ。どっち行ったっ取ったっけ。ランド C じゃない、 C って取ったよな。 C って取ったよな。 C 行きたい。バンジー無理、本当にあれは死にそう、壊れ
ユニバはハロウィン。ああ確かに。ハロウィンね。今年行きたかったんだけど、ハロウィン、ハロウィンナイトかな。なんだかな。でもまあ20分経った。うん、そうそう。よしじゃあ3等分？うん。いや4。え？あそっか。2等分してさらに3等分。なるほど。うん、おおあったかい。うう。そう？うん。うんうん。うん、オッケーオッケー。こんな上にシートの上に粉引きます。そして滑りやすくします。気持ちいいかな。友達もすごい。落書きしちゃいけない。落書き NG です。あ、こんな感じ。ちょっと半分。おおすごい。ここに一回出してヘラで切る。うん。よいしょ。はい。手で？うん。ヘラ？ヘラ、うん。ヘラで出して。あれ。硬い。そう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 。うん。オッケーオッケー。おお。うわ。うわすごい。わすごい。これをここに乗せて、うんうん。とりあえず2等分して。2等？うん。そこから3等分。2等分。うん。2等分でまた2等分。そうそう。ああ、切りにくいかも。これやる？うん。こう。これ。でもベーグル線形。これ違うじゃん。で半分で。ここをほら3等、そうそうそう、だけどとりあえずこっちに置いといて。硬い。じゃあいいかもね。だったらでも量が違う気がする。まあ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 大丈夫大丈夫。とりあえず使わないのをこっちにやって、あでそっちを3等分。3等分、うん、めっちゃふわふわ。いいんじゃない、いい感じじゃない。めっちゃふわふわ。こんな感じで3等分パン、この3等分生地しました。3等分、3等分にして生地を綿棒で長方形に伸ばし、縦長に3等分する。ん？終わって、これこれこう、そう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 、横長にね。横長、横長っていうか、まあ、この細細長く。え、え、戻ってしまいますね。そんなもん。いやまだまだ、もうちょっと。そう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 、うん、そうそうそう、そんな感じ。コロコロします。コロコロ。なんか落ちてるよ、ほらこの辺。こんな感じで平べったく、これさ次やっていって、あ次のところに来たな。いい感じ。薄い、まあまあいいんじゃない、いいよ、薄くていいよ、膨らむ。でウインナー、そうそうそう。でこのこうしたので
この上にウインナー2本、さっき切ったウインナーを乗せる。そう、包みながらつなげ目を下に並べておく。そうそうそう、結んで両サイド、あーこう、そう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 、うん、え細いでくるくるって筒状にする。なるほど。え、ソース忘れた。あでもつけるときで、まあそうそう、それでいいと思う。でつなぎ目下にして、つなぎ目、そう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 、ちょっと整えて形コロコロして、うん、あ、違う違う、そのままそれを、それ自体を、そう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 、でつなぎ目を下にして置いておく。なるほど。そう、ちょっともうちょっとこれ締め、え、映ったやば、なんか閉じる。オッケー。うん。オッケー。あ、そんな感じそんな感じ。あ、いいじゃんいいじゃん。でそれを下にする。こう。おお、綺麗。いいじゃん。こんな感じで綺麗。イエーイ。で次もう一回。すごい。いい感じ。あー、くっつく。やばい。この、あ、大丈夫。見て。これ。すごいですか。ちょっと溶けないで。伸ばしすぎた。うん、でもいい。よし、じゃあ。あ、先ほどと同じように、ちょっと、もう一回、うん、よし、よし、先ほどと同じようにウインナー2つ、あ、マスタード、あとでいいんじゃない、食べるだけ。そっか、1個は入れてみる。うん、うん、でもまあこれ、これ別なの、ダメなの、持ってやってみる。あ、そこ持ってやる、こう、あ、貸して、てかケチャップと、ケチャップ、あ、ケチャップだけ、うん、え、ちょ、マスタードは食べれんの、チャップ、うわ、危ない、見なかったことにしてくださいね、皆さん。マスタード入れる？うん、入れる？まあ食べるときに味変でしてもいいし、入れてもいいし。どうしよう、もう一回、うん、うわ、でもケチャップ入れたら難しい。
溢れ出る生地を引っ張りながら、そう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 、引っ張ってつなぐ。うん、大惨事ですね。もうケチャップなんか入れるのじゃなかった。やばいやばいやばい、非常にやばいですね。ありがとう、なんだっけ、手裏剣佐藤さん、ありがとう、ハート、アデさん、色が変わってる。うーん、まあいいよいいよ。で、つなぎ目下にしてね、コロコロして。でもまあいいか、ハートありがとう。ケチャップちょっともうやめちゃおうかな。ケチャップはお好みでって。あ、でもいい感じかも。よし、じゃあ次これします。ピヨン、うわ、これでなん作れないかな。なんよし、いいな。あれ、なんか、ええ怖い。1、2、3、なんか一個消えた。消えた。ということは、これ1個しか入れてない。あ、2個入れてる。あれ？ウインナーが消えてしまった。あった。よいしょ。よし、ウインナー巻きます。巻き巻き。なぎめ、よし、ママ3個できた。できた。うん、オッケー。うん、あとにどうする、これは。うさぎ、もう1個、もう1個、うん、これ3個、うん、あ、3分の1はウインナーにして、うん、残りの3分の2はウサギ。うんうん、
うさぎちゃん作りましょうかね。あ、まあ先にちょっとウインナー完成させてからにしようかな。いい感じ。なんか止まった。うさぎわかんない、作れるかわかんないけど、オッケー、うまくいった。いいな。これを包んでいきます。よし、あとウサギ。ミニパン作ろう。作ろう。手を押して。作ろう。手触ってありがとう。これはここで、ここで、これはここ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 へん、うちゃんうちゃってね、ここらへんまで、うん、大丈夫、うん、ここさ、椅子ここ持ってきて、うん、これさ、3のどっちだっけ、こっちだ。こんな感じですかね。え、どうしよう。ミニパンにしようかな。え、ちょっと中にチーズ入れてみようかな。え、もうチーズ取って。え、どうしよう。チーズ、なんか切ってしようかな。食べたいんですけど、食べたいですけど、このチーズ美味しそう。めっちゃいい。チーズをね、入れていきたいと思いますね。チーズパン、チーズパンあるよね。うさぎ担当？
うさぎ担当？え、どっちでも、うん、え、これでもうさぎ作れる、うん、確かにどっちが上手にできる、うん、チーズ、チーズこれちょっと内緒、うん、なんか変な味、ポルチーニチなんじゃ、癖が強いじゃ。これでウサギを作るかな。おー、いいね。土台でウサギの耳、ちょっと粉をねちょっと使ってすべすべにしとかなきゃ。チーズは普通のチーズ、モッツァレラチーズ、もうシンプルイズザベストですね。いい感じで、耳が超絶でかい、顔に比べて。なんか今日も寒いですか、あ、今日も可愛いよだった、今日も寒いよって言った。寒いね。お、いい感じ。こっからがね本番です、うさぎの本番。なんか変、おー、これリアのって分かるようにしとかんやきゃさ、焼いた時にどっちのってなります。おお、いい感じ。今日も寒い。おし？なんか変な味。お、いい感じ、見て、かわいい。かわいいですね。まあ、いいんじゃない？いいよね。うん。めっちゃ太くない？そんなもん。膨らむと考えたら、確かにすっごい膨らむよ。いや、いい夢中。これ、うん、めっちゃ多分、おお、うわ、いい感じ、かわいいね。そう、潰しとかも。これまた箱、そう、またそう、そこに並べたまま濡れ布巾かぶせて箱、焼く前に一回見る、よし、できた。でこれはチーズボール、うん、ここ乗せたらみんなに見てもらえる。これ、うん、そう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 、うん、で見てもらう。ちょっとこれちょっきりで、いもちの置いて、そう、テテと横でしたら分かるんじゃない、うさぎの向き、ほう、どっちが、一人が縦で一人が横。あ、そう、うん、じゃあさ、あ、じゃあさあ、ここに、じゃあさ、ここ、ここに置いて、うん、
変いい、うん、変じゃない器用なはずなのにどういうこと。できました。これこんな感じです。これが妹のうさぎこれが妹のうさぎ。これリアうまくいったよ。うさぎ多分こんな感じ。うさぎパン。なんかデブっちょになってで発酵を、うん、なんかこれ大きさがあるっけ。ちょっとこう、うんうん、でかぶせて。え、うん、濡れ布巾をかぶせて乾燥しないように、うん、で20分。いや、うさぎも全部、あ、うん、そうそうそう、濡れ雑巾をかぶる。雑巾？あ、違う、雑巾濡れ布巾雑巾じゃないです。濡れ雑巾、あ、濡れ、ん？濡れ布巾濡れ布巾をかぶせます。できました。濡れ布巾をかぶせました。面白いですね。うん、で20分、ね、チーズ入れちゃおうかな。ちょっと手洗ってくるね。できた。これ。うん？拭いて拭いて。待って、あれ？お手拭きだった？お手拭き。拭いて。あったら怖かった？ガスガス拭いて。拭いて。よいしょ。うん。よいしょ。あ、そうそう。ねえねえ。何時から始まる？今だよ。1時間半今。え？1時間半。24分までやればいいってこと。1時やればいいってこと。3時24分でしょ、それより、ね、うんうん、Kさんありがとうね。どうなるのか。ここからまたでも20分焼いて、うん、ね、20分発酵して、うん、その後に焼く、もう、うん、焼くだから。え、余熱もできる、うんうん、Kさんありがとう。プニプニ触ってみたくなりますね。パンが気持ちいい。この上で寝たい。プニプニ測ってる20分。あ、こっち、まあ、15分ぐらい、うん、3時パン、これ発酵してるパンで、プニプニ気持ちいい。この上で寝たい。ブニブニ、誰か開発しておくれ。こんなふわふわなふわふわなベッド、わあ、もうそろそろできるよん。あと15分ぐらい、これ発酵した後に15分焼いたら完成です。もうやめとく。
ね、ぷにぷにぷにすぎてさ、じゃ触りたくなっちゃった。ぷにぷに。あらさん、ありがとう。ありがとう。どこ行った？ LINE？ あー、みきやくん、ありがとう。マジネしてないや、うん、焼く前にこれ入れて、ハサミじゃん、うん、あ、これいい、うん、で、焼く。3時か、あ、確かに3時手裏剣やあ、ミキヤくん、よいしょ。こんにちは。これとかつけて食べる。マスタード。これは唐揚げにつけると合いますって書いてある。唐揚げポテトフライによく合いますって書いてある。わかります。196g ですね。これわかりますね。 70g、 なるほど。包丁わかります。なんで160g、 なるほど。とはエラナちゃん、心臓マッサージをマッサージしときました。そしたらエラーになっちゃった。こんにちは、来てくれてありがとうございます。えのこ、爪の中にすごくパンの生地が汚い。爪が長い。しまれたらさん、ありがとう。素敵で嬉しい。僕の脳細胞ゼログラムってどういうことですか？大丈夫。あ、これやった。買った。持ってきて。貸してん。うん。それ。絶望の瞬間見ました。よいしょ。ちょっと今ね、順位を見たいと思います。コインがね、売れてないよ。
期限悪めな方がいらっしゃいます。期限が悪い、期限が悪い。ん、喋ってもらって、ゲーム依存症かな。機嫌が悪いですね。お、3位だ、まだ。でも4万ポイント次まで、なかなかすごいでしょうね。ね、コインどうやったら集まるんだろう。それ結構大きいね。うん。3倍とか4倍とかさ。うん。確かに。コインの増え方は？そう、ご機嫌斜めですね。ベイビーだから仕方ない。どう？応援視聴者のブーストメダルの総数によってランキングのポイントが倍増って書いてある。どういうこと？見てくれてる人がコイン持ってるってこと？どういうこと？見てくれてる人のメダル？あ、メダル？そのメダルの数？じゃあ自分じゃ増やせんとか。うん。でも、でも、こんな。受験ですか。あ、ちょっと待って。これ。ありがとう、マー君、神ありがとう。ね、これ、これ貴重面、これ。あのあれ、貴重面。うん。ワルキューレ。キャロットちゃん、ありがとう。そうです、そのズボン、バレちゃった。美味しいよ、それ。やば。え、え、でもこれ美味しいよ。また食べてる。リアがおすすめした。機嫌悪キューレですね。どういうことですか？東京で買った。東京でわざわざ買ったお菓子。可愛すぎる。嬉しい。ありがとうございますね。キイちゃん、ありがとう。手裏剣。ASMR。 ちょっとやってみて、今からちょっと ASMR をね、あの披露したいと思います。妹がしてくれるらしいので、ちょっとあんま音ならんくない？でもワクワクって、ほらワクワクって、早くおーって来てる。おーって、おーってほら、やったーって、もっともっとここら辺で、短い椅子のとになっちゃうから、こっち
もともとこれ。面白い。聞こえた。聞こえた？これは妹に食べる音です。音量マックスで聞いております。グッド。確かに。え、ちょっとやってみ、やってみ。あ、これ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 。ちょっと一回ちょっと見せて、うん、外す。ちょっと今度はね、これこういうこのポテトが、ポテチがあるんですけど、これをね妹に食べてもらいたいと思います。これを妹に食べてもらいます。ちょっとしわくちゃになっちゃった。これしてたのでシワクサになっちゃった。急に始まる。そう、ちょっと急に妹が来ました。はい、いきます。どうぞ。ニヤニヤしてんだけど。面白い。めっちゃいい音なんじゃない。やばい、面白すぎる。始めました。ちょっと披露してくれましたね。ASMR を。なんかプニプニ。え、あと何分だろう。あと5分ぐらい。何分だった。15分って言ったよね。そうそうそう、あともうちょっと。イエーイ、あとちょっとで発酵終わる。リアタンはやりません。テストお疲れゆにゃん。いい感じかな。発酵さん、発酵さん、発酵中。リアタンやりません。やばい、プニプニして一生触りたい。川村さん、ありがとう。待機中。やったー、もう焼ける。やったー、焼ける。やったー、焼く瞬間を見たい。あと3分ぐらい。そのうちにちょっとこれとか、え、それで切れ目入れるのに。あ、そっか、うん、え、あ、そっか、うん、おー。また行ってきて。いや、ぴょんぴょん。キャロットさん、ありがとう。うん、ほんで、ほんで、ウルフさん、ありがとう。カウントダウン、あと1分ぐらいかな。え、あと何分。1分、2分。あ、そうね、あと1、2分かな。ちょタイマーつけようかな。で、カウントする。うん、
タイマー2分30秒ぐらい。用意スタート。いや、あ、2分にしました。1分55秒から4。え、パンは？パン食べるの？食べる。読んであげて。うん。まだだって時間がある。学校の片付け。1分30秒です。ただの声でやる。ついでに。ついでに片付けた。1分18秒。ミニオン、ミニオン、ミニオン、ありがとう。え、これね、テーブルクロスじゃないんですよ。テーブルクロスだけどね。え、テーブルクロスなの？そうだけど普段違うよ。ああ、そういうことね。まるともちゃん、ありがとう。ピアチューって呼んで。ピアチューのうちいろんなやつあるのよ。ねえ、もも。ん？ピザポテトと、い、あ、お菓子？ピザポテトと、チョコパイ？チョコパイと、中にアルフォートとか、うん、あ、ミルティーケースのまだったよね。うん、キャ、ギアのキャラメルの。あと、なんかたくさんあった。ポンポン、ポンポンってことはね。うん、今はパンパンかも。コメント見えてるよ。お、なった。なった。イエーイ。カウント忘れてた。よし。ちょっと待ってね。できました。発酵。あ、発酵完了。イエーイ。発酵完了。え、なんかちょっと感じ、ちょっと膨らんだ感じ。うん、ちょっとこれ話して、話して。うん、そうね。膨らむけん、こうやってね。こんな感じで。こんな感じでね。え、もう焼く？待って、うん、焼くよ。あ、待って。イエーイ。200これ、あありがとう、ウルフさん、イッコーさん、キャロットさん、ありがとう。バター塗る？でもウインナー一個食べちゃう。あー、もう中途半端、食べて。余熱まだ。ちょっと余熱してからこれやります。だからまだ切るのは切っていい？ん？切るのも切れ目、斜めに切れ目。ああ、うん、じゃあちょっとこのウインナーのこの筒状のやつに切れ込みを入れます。え、こう優しくね、優しくね。そう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 、
え、むずい。もうちょっともうちょっと、うん、あ、逆、こうだこうだ。え、つなぎ目下にしてやった。あ、そっか、うん、え、いいよ、つなぎ目下にしたでしょ。え、むずい。あ、うん、いい、いい感じ、いい感じ。引く引く、そう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 、うん、いいんじゃない。え、むずい、ちょっと無理。でもそれじゃないとできん。うん、なんかむずい。じゃあちょっと待って。ちょっとアルコールして、細いのでいくか。アルコール、ボールだべや。いや、来たら、呼んだら来る。ちょっとこれで上のつまんでやってみたら。プレイ中だったら。そっちの方がやりやすい。あ、うん、あ、じゃあそっちにする。おお、いい感じ。いけた？うん。うん。呼んだら来てね。こんな感じ？うん、いい、いい。もっと斜め？うん。まあ、でかいんだもんね。あ、でもいいよ、いいよ。本当はもっと斜めだけど。まあ、いいんじゃない？いい。うん、お、いいじゃん、いいじゃん。オッケー。いい感じ。あと1個。いい感じに切れ込みが。うわ。わお。ピンポン。ピザ頼んでないや。アマゾンかもしれない。なんか今130度、あと100度。こんな感じで切れ込み入れました。切れ込みすごく切れ込み入れました。あ、ここの切れ込み忘れてた。いい感じだね。ウインナーにめっちゃ傷ついてしまった。あ、ウインナーが、ウインナーまで切ってしまうわ。お名前は何ですか？うーん、イヤパンや。シンプルすぎる。ウサパン、ウサパン、ウサギ作ったのでウサパンや。ウサパンです。ウサパン。
190度、あと50、40度。いい感じ、早く焼けないかな。そう、みんな切っちゃった。これリアの手作りのやちゅう。どっちが今ちょっとわかる？うん、ちょっと太い。あ、シューマイ作りました。シューマイ、なんかあれみたい、なんだっけ、なんだっけ、怖い。小学校の頃めっちゃ怖い食べてたの。怖い好きだったよね。うん、塩の効いて、なんかいつも聞いた気がする。怖い好き、怖い美味しい、出たとかなんか。うん、怖い好き。そう、里芋的な感じ、食感がね。くわい、くわいに似てる、なんかくわい懐かしい。くわいのなんか先のとこが美味しい、好きだった。中身も好きだけど。くわい嫌いな方いるのかな。くわいでも食べやすいよね、ママ。癖がないよね。うん、くわいです。これがくわい。やった。で、ここにのせる、そのままね。イエーイ、はい、イエーイ。じゃあこれじゃあバイバイです。これ待って待って、まだ持ってる。これイエーイ、鉄板にのせたので、あと焼くだけです。あと20度、あと20度、15分焼きます。あと15分、うん、あと15分、うん、あと15分、うん、うん、夜は上でいいじゃん。うん、まあここから15分焼いて4時ぐらいから上。うん、どっちでも食べて上に行ってます。うん、そうする。なんかお皿とかあれだっけ、うん、待って、あと20度か、あと20度。血並べすると15分すぐなる。血並べするか。よし、血並べします。なんかスマホ隠したくなっちゃった。これ画面見せちゃいけんかな、ね、うん、だけんここでしなきゃ。あと20度、まだ進まない。これもちょっとこっちに、もうこれも後でお済みな。なんかね、これもお済み、これゴミ、ゴミ、うん、これはここ。よし、並べします。32分からやります。32分から。一回
え、いい、もうこれまだまだあと10、あと10、あれ入れてからにする、うんうん、もうなる、そうそう、32分から5分刻みでやります。32分から来た来た、お、やったー、これも焼いちゃおう、うん、ハートありがとう、よし、2分からこれも焼いて、いいよ、え、リア、うん、でも父の部、あ、もう始まった、あと、もう、あ、やばい、メリちゃん、じゃあ入れてこよう、はい、バイバイ、当たったかな、当たらないかな、当たらないですね。ちょっとさっき遅れちゃった。当たらなかったね。にゃん。いい匂い、膨らむ瞬間を見たいとこだけど、今のは無理、イヤペン台たたってる、うん、あっ、おでかが帰ってきて、おつわりリア通報習ってたか、でも10出しちゃおうと、うん、バーストしちゃったやん、ダメだよ、あそこいたら、よし、よかった、うん、本当よ、次は37分ですね、5分ずつなのでね、は3位決定だ、ミエン、ミエン、悲しいですね、いえ、よし、2位だ、2位です、2位ですね、あと3分、ちょっとパン見てくるね、一瞬、まだいける、あとに3分、
パパン。次7分ですよ。こっそりオンライブしました。本当。7分だよ。5分じゃない？え、でもあの時計の方が一応こうやっていつもやってこうやってこうやってポチってこうやって、うん、なんかいつも遅いもんね。これ真剣に今回はねちゃんとします。なんか怖い、なんか怖いよ。え、来てないよ。うん、ママのスマホが変。ホロー当たってる。当たりました。いやーやってください。間違えてピエンと食っちゃった。ピエンスタンプ送っちゃった。うん、面白い。間違えてさ、スタンプ、シュタンプを、シャンプあるじゃないですか。間違えてさ、いきなりピエンって。どうしようかな。あー悲しいですね。あー誰か録出してよ。誰出してないの本当に。すんだ餅ですよ。もう早く録出さないから。あ、本当に録誰持ってるな。本当に誰。早く出さないからだよ。もうテレキャスさんだな。あるある。まあまあまあ知らなかったのでね。次は37だから37だから42分からだよ。タッカパオペありがとう。当たった。テレキャスさんありがとう。1位おめでとう。テレキャスさんが6を出さなかったの。実は一番私ですか。42分。次は42分だよ。
日割り来た明日の。42分。おお、これは当たった気がするな。あー、ヤッホーです。皆さん当たりました。やったね。ふにおさん、かにふみおさん、ピロピロさん、まささん、神ありがとう。ありがとう、リアチーズだよ。リアチーズです。ありがとうね。ふにおさん、かにふみおさん、ピロピロさん。